大学が学術の実践を通じてこうした非常時が強いるさまざまな不幸からの脱却にいかに貢献できるかという問いに向き合うことが今求められているのです。東京大学の入学式は3年ぶりに家族が入場できる予定でしたが、新型コロナウイルスの感染が収束しないことから新入生のみとなりました。祝辞を述べた映画作家の河瀬直美さんは、自由に生きることの苦悩と魅力を存分に楽しんでくださいとエールを送りました。弁護士になってその冤罪とかで苦しんでる人たちを助けたいなっていう思いはあります。国際紛争とかいろいろ起きてると思うんですけど、その国際的な組織で調停だって仲介役になりたいと思っています。入学者3127人のうち女子学生の割合は2年連続2割を超えました。